現場の人たちができることとしては、上に現場の実態を知ってもらう、見せるだと思うんですね。で、悪気なく景色って立場によって違いますね。本部長が見えている景色と課長が見えている景色と担当者が見えている景色は違うんですよ。当たり前です。立場が違いますから。で、そうすると悪気なくそれぞれの立場の人の半径5メートル以内の景色って異なるわけですよ。で、そうすると現場は現場で、例えば今こういうことが起こっている、あるいは上は簡単にちゃちゃっとこなせるだろう仕事が、実はこれだけのプロセスがあって、これだけの苦労があって、これだけ時間がかかる、それを改善努力によってこれだけ縮めた、この事実をきちんと伝えていく、見せていく必要があると思うんですね。あるいは間にファシリテーター、第三者を置いて、あるいは皆さんがファシリテーターになって、立場が違う人たちと景色を合わせていく、こういうチューニングですとか働きかけがものすごく大事なのかなと捉えています。コミュニケーションの機会を作る、これに尽きると思うんですね。例えばそれこそ日々の仕事が忙しければ、年に1回のキックオフミーティングみたいな場で、そこで自分たちがやっている取り組みを紹介するとか、あるいは月1回の定例ミーティングの中で、成果は出ていなくっても成果の途中の経過でこのような壁に向き合っていて、ここで苦労しているだとか、こういうその経由地を示す場を作る、あるいは既存の例えばキックオフミーティングもそうですし、そういう場を使ってコミュニケーションしていくことはいくらでもできると思うんですね。